サビクイビスコ監督の碇敦史です。副監督の又賀大輔です。キャラクターデザインの浅利愛です。よろしくお願いします。今日はどうしたの？今日はですね、近藤さんと富田さんの動画の第2弾が出ますね。出ますね。すごい。動画の最後にプレゼント企画のお知らせがあるので、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。サビクイビスコ監督の碇敦史です。お願いします。サビクイビスコキャラクターデザイン浅利愛です。よろしくお願いします。サビクイビスコ肉エネギパウ役近藤玲奈です。よろしくお願いします。サビクイビスコお茶がまじろげ役の富田美優です。1話の収録の時に多分そこまでなんかキャラについて細かくディレクションはなくて、割と持っていったものをそのまま生かしていただいたかな、チロルに関してはっていう感じではあったんですけど、すごくそのキャラクターたちの中でも比較的ちょっと見た目も幼めで、顔もすごく可愛いんですけど、そのキャラ説明にお金汚いとかいろいろあるように、結構そのビジュアルに引っ張られすぎずに、その可愛い美少女を演じるっていうのは多分この子に関してはいらないなっていうふうに思ったので、なんかあえてその可愛さは自分の頭の中からちょっと抜いて、語尾とかもちょっと雑にしてみたりとかで、なんかそのゆくゆくビスコたちと合流してこう振り回されていく姿が客観的に見た時に、あ、可愛らしいなって思っていただけたらいいなっていうふうに思いながらやってました。チロルはもう本当毎回楽しくて、特にヨーマとかでミロをこう誘惑するみたいな、はい、あそこ演出のマダムがやってたんですけど、もうすごい気に入ってて、すごい良かったです。ありがとうございます。でも基本もみんな皆さんにお任せなんで、ほとんど僕何も言ってないです。ですね。チロルも結構本当可愛らしい感じで、でもなんかこう結構おちゃらけてるというか、なんか元気な感じで、なんかビスコとのやり取りがすごい好きで、なんかウサギのお面じゃないですね、かぶり物にこ抜かれてすごいワーワーやってるところがすごい可愛くて、すごい大好きでした。僕はちょっとシリアスになるとかいい感じでした。あ、いいですよね。あ、本当ですか。そのギャップもとても良かったんで、はい、まあ、割と1話の収録前に、なんかそんなにぎやかなキャラいないんで、うるさくして大丈夫ですって言われた記憶がすごいあります。2つあって、割と序盤の方の話数でチロルが口からあのカイコをウエって吐き出すシーンがあるんですけど、最初そのカイコの声、鳴き声が台本に SE って書いてあって、でもなんかもしとっさにやってくださいって言われてもいいように、ちょっとカイコ練習しようみたいな家で練習してったら、当たりで現場に行って、富田さん、カイコの声できますかねっていう風に言っていただけたんで、カイコの声をやったんですけど、人生で初めてカイコの声をやったっていうびっくりがありました。練習するのは大変ですね。大変でした。まずどうやって泣くんだろうみたいな。そんな感覚ないですね、胃の中に。いや、そう、胃の中にすごい楽しかったですね。それは碇敦史さんですよ。あ、多分音響監督の小泉さんが。そうですよね、はい。すごいですね。そうそう、私も全部嫌がるようなみたいな。あ、そうですね。そうか、全員カネエツをやってるんだ。全員人間じゃないのやってます。カナエさんそれちょっと、ちょっとエンディングでぜひクレジットされてほしい。されてほしいよね。ビスコ部プレゼントコーナー。今回はじゃあ何をもらえるんですか。じゃあこちらからお願いします、はい、じゃあ今回は色紙を皆さんにプレゼントということで4枚用意してまして、1枚目が主人公のビスコ
私が書いたのと鈴木さんのサインが入っている色紙を1枚。素晴らしい。はい。とこちらです。はい。これもミロの花江さんのサイン入りの色紙を。あ、そうです、私も書かせていただきました。すごい、はい、そしてこれが私が書きましたパウーの色紙に近藤さんのサイン入りとなっております。そしてこれが僕じゃなくて井川さんが書いた、富田さんのサイン入りの白の、サイン色紙になります。素晴らしい。これ全部書き下ろしですもん。書き下ろし1枚しかないですよこれ。すごい。でこちらをチャンネル登録、そして高評価をつけていただいた方へ4名1人1個1枚です。1枚しかないですもんね。4名でも。これはもうランダムなんですか、当たった人。あ、でもコメントに書いてもらえます。これ欲しいとか。あ、確かに。こちらの応募方法なんですけど、まずこのビスコムのチャンネルをチャンネル登録と高評価をしていただき、で、あの謎の公式ツイッターがあるんですけど、そちらにあの応募ツイートをリツイートしてくれた方4名にプレゼントします。分かった、はい。謎の公式ツイッターだよね。ビスコの公式ツイッターではなくて NAZ。 よろしくお願いします。あの詳しくは概要欄の方に詳しく書いてあるので、そちらをご覧になってください。ということで皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。